文書、姿なき死客について。とある隠遁証人から入手できるこの文書には、こう、記されている。死客の中には、その姿が見えぬ者がいる。黄金樹を守る保証たちには、その姿を暴く、松明の備えがあったらしい。その松明は、アルター高原のヨステ証人のボロ家にある。ボロ家にいる、ヨステ証人が売却しているのだ。保証の松明。黄金樹を守る者たちに与えられる松明である。その炎には、特別な祈祷が施され、エールに隠れた死客の姿を見出せる。その死客とは、黒木刃の死客。黒木刃の死客には、姿を消す個体が存在し、姿が見えないのをいいことに、一方的に攻撃してくる。しかし、この保証の松明を持てば、その姿を、見出すことができるのだ。姿を消した死客が複数存在する、天霊町オルビナでは、情報する松明だ。ちなみに、この松明、背中に背負った状態。片方の武器を両手持ちしている状態でも効果を発揮する。わざわざ片手で掲げる必要はないのだ。なお、獣を退ける、獣除けの松明などでも同様だ。背中に背負っているだけでも、効果を発揮する。なお、写し身の雫が持っていても、効果を発揮しない。もしかすると、写し身本人には見えているのかもしれない。いや、見えていなかったとしても、写し身には関係がない。そう、写し身に限らず、位牌には、死客の姿が見えているようだ。プレイヤーが戸惑っている間に、ガンガン戦ってくれる。肝心のオルビナでは召喚できないので、限られた場面での活躍ではあるが。さて、ここからは、保証の松明の隠し効果を紹介する。賢者の洞窟。この洞窟のボスは、先ほどの黒木刃の死客である。この洞窟、訪れた汗人ならご存知かと思うが、隠し通路が非常に多い。どこ兵区にも隠し通路が存在する。また、これらの隠し通路の先に、アイテムも多く落ちていること。もう一人のボス、呪術師ガレス、も存在するため、隠し通路を見逃さないよう、注意する必要がある。そんな賢者の洞窟であるが、ある武器を使えば、面白いことが起こる。消えた。そう、賢者の洞窟の隠し通路の前で、保証の松明を持つと、隠し通路が現れるのだ。ちなみに、この効果には一定の範囲が設けられているようで、松明を出した位置から離れた場所の隠し通路も、解放されているようだ。以前の動画でもご紹介したのだが、マルギットの高速具でも同様のことができる。それに比べると、範囲は狭いように思える。次に、保証の松明を装備しっぱなしで試してみよう。装備しっぱなしでも通路は解除されるようだ。ただ、ずっと装備していると、カクカクになる。いわゆる、処理落ち、というやつだろうか。保証の松明が、ゲームに負荷をかけているようだ。特に、敵が多い場面では、超絶カクカクする。PS5 でこれなので、PS4 ではもっとひどいだろう。他の機種では不明。さて、この効果、他の場所でも発揮できるのだろうか。発せず。賢者の洞窟限定の効果のようだ。もしかすると、賢者の洞窟においては、死客が通路にベールを張っており、保証の松明でそれを打ち消せるのかもしれない。他に、黒い刃の死客が関係するエリアで使ってみると、意外と効果があるのかもしれない。ということで、今回は、保証の松明の隠し効果について、紹介した。
使える場所も限られており、実質、マルゲットの拘束具の介護官ではあるが、関係するエリアでの隠し通路を見出すという、どこかロマンを感じるものであった。他に、面白い情報などがございましたら、コメント等いただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。条件揃えばフリーズしそう。